はい、皆さんおはようございます。おはようございます。そして明けましておめでとうございます。はい、新春ドラゴンズ応援イベントインエリオン名古屋本店。あ、ごめんなさい、シャオちゃん、パオちゃんでごめん、食べちゃいました。はい、今日はこのイベントにお集まりいただき本当にありがとうございます。では早速私の方からメンバー紹介させていただきます。まずチアドラゴンズ2018リーダー2年目シマです。そして3年目セリナ、2年目サラ、ハズキ、1年目ユイ、ユキノ、ピアス、ナイ、チアドラはこの8名です。そして今日はシャオロンとパオロンもいます。はい、このメンバーで盛り上げていきますので短い時間ではありますが皆さん楽しんでいってください。ということでね、はい、新年明けましたということで、皆さんお正月どのように過ごされました？ね、正月だったよって方、あ、今日いらっしゃいます、ありがとうございます。じゃあ反対に、なんか旅行とか行ってきたよっていう、遠出したよっていう方いらっしゃいます？あれ、あれ、あ、いない、いない、いない、いる、あ、本当ですね。いいですね、皆さん思い出作れて。ではメンバーにもね、お正月何をしていたかちょっと聞いてみたいと思います。じゃあセリナちゃん、はい、お正月何してました？私はまあ平凡に家にいて初詣に行ったんですけど、カウントダウン神社でしたんですけど、した後にお参りしようと思ったらすごい行列できてて、ここはやめようってなって、もう一個のとこ行ったんですよ。それに、そう、場所だから神社はしごしたんですよ、神社を。ですけど、それ以上に並んでて、でも3つ目はさすがにもういいかってなって、それで40分くらい並んだかな。あ、2回目のところで、そう、2回目のところでも30分くらいかな、並んで初詣してきました。はい、無事にお参りは、はい、お参りはしっかりしてきました。今年は怪我をしないようにと、うん、いろいろね、あったんでね、はい、今年は怪我をしないようにとお参りしてきました。2019年もいい年になるように、はい、はい、今日からしっかり頑張っていきましょう。はい、お願いします。はい、そしてサラちゃん、はい、何してました？お正月、私は31日に地元のお友達と神社に行っておみくじを引いてきたんですけど、まあおみくじの結果は吉で、まあ、今年頑張ろうって感じだったんですけど、そのまま寝ずに次の日、わしがたくじゃない、すいません、長野の蓼科、違う声ちゃった、蓼科っていうところにスノボしにお泊まり行きました。でスノボは2回目だったんですけど、もう1回目で頭からめっちゃこけて、もう絶対やりたくないって思ったんですけど、2回目ちょっとできるようになったので、めっちゃ滑ってたんですよ。滑り方すごい独特だね。滑ってたんですよ、うん、そしたらもう案の定こけまして、もう今この下、タイプの下はあざだらけというお仕事に支障がないように遊んでください。気をつけますという感じです。はい、じゃあサラもね、お参りしてスノボもやって楽しんだということで、はい、はい、今日も頑張りましょう。はい、じゃあはーちゃん、はい、私もおみくじのお話なんですけど、サラは吉って言ってたじゃないですか。私なんと、なんと大大吉で、大吉より1個上の大大吉があるんですよ。大大吉の女です、今年。大大吉の女、いい人に、の周りにいると周りの人も運良くなるって言うんで、私にどんどん近づいてきてください。私のファン募集中です。たくさんそれはお願いいたします。はい、はい、ということでね、はい、大々吉の女がいるということはね、チアドラも今年は安泰ということで、はい、ではさす、あ、じゃあ次、シャオちゃん、ちょっとね、今回ちょっと諸事情あります、スケッチブックないんで、シャオちゃんのお正月どんな風に過ごしたかジェスチャーしてください。頑張ってチアドラが当てます。何しました？シャオロンは、お、なんか向いてるね。バナナじゃないね、多分ね。こたつ。うんうん。ひたすら食べてた？ひたすらみかん？え、バナナ？バナナ？え、バナナ？こたつに入ってみかんじゃないの？みかん片手で剥けないですよね。みかん片手で剥けない？はーちゃん、どんなみかん食べてんの普段？後半戦に持ち越しますので、はい、皆さんそれを楽しみにしつつ、今から私たちのパフォーマンスをお楽しみください。はい、
それでは一旦チアドラ準備します。シャオのパウロも開けます。ありがとうございました。ありがとうございます。2019年の抱負よ、みんなで。はい、はい、いきなりしょっぱなから抱負。
私2019年もうついに私も3年目となりますので頑張ります。やばい、みんな頑張る。そうだ、私もまだ言ってなかった、どうやってお正月過ごしたか。そうだそうだ、何してたの。あの、私もお参り行こうと思って大阪も行ったんですけど。おー、ジェスチャーじゃないの。何ジェスチャー。ジェスチャー、ジェスチャーした方がいいです。わかりました、行きますよ。大阪のって言っとったけどね。聞いとったけど。何何。はい、わかりました。なんか戻ってきた。そう、それすごい大事。大事。そう、あとで答え合わせ。これ今言おう。あ、今言おう。そうだよね、今言おう。私は大阪の行ったんですよ。で、その大阪の商店街こうやって歩いてて、あ、あそこだ大阪のと思ったら、まあ、すごい並んでたんですよ、行列が。で、まあ、屋台もあったんで、どっかのお店が並んでるんだろうなと思ってこうやって歩いてたら、参拝のお客さんが商店街の中まで。あ、これは無理だと思って観音様から道路を挟んだなんかちょっと空いたスペースで遠目にお参りしました。嘘でしょ。じゃあ初詣でできてないってこと。できてない。できてない、はい、しておりません。だからまあ機会があったら行きたいと思います。まだね、おみくじも引けてないんで、うん、はい、ということで、ね、はい、そして2019年3年目として頑張ります。はい、じゃあセリカちゃん抱負。じゃあ私は4年目として頑張りますでしたね。知りません。自分の気持ちください。もうそんなみんなそうなっちゃうんですけど、私は怪我をしないように頑張ります。はい、怪我と病気にならないように健康でね、健康で2019年1年間過ごしていけたらなと思います。はい、はい、じゃあ次サラ。はい、キチのサラは、キチのサラは私は、3年目として、自分の中で勝負の年かなって思ってるので、なんかあのパワフルに垢抜けられるように、もっと垢抜けられるように頑張りたいと思います。はい、よね。はい、そして大々吉の女葉月。はい、大々吉の女、調子に乗らず謙虚に。大々吉だったけど、大々吉だったけど、うん、謙虚に、あのマイカって口癖なんで、うん、マイカって言わないように妥協しない1年にしたいと思います。頑張ります。はい、ただ結構ね、なんかこうやってなんか相談って聞くと甘いマイっていうもんね。マイそれやめます。はい、はい、じゃ続いてゆいちゃん。はい、私は、歴的には今年でも4年目になるので、うん、もっとちょっとしっかりしたいのと、まあ、でも十分通ってます。あとはこのロングヘアをそろそろちょっとしたいんですけど、したいんですけどちょっと勇気が出ないので今年中に決断します。はい、はい、続いてゆきの。はい、私もゆいと同様、今年で4年目になるんですけど、もうちょっとしっかりしたいなっていうのと、2人とも十分しっかりしてる。いや、まあ、しっかりしなきゃいけないなって思うのと、あと風邪をひきやすかったので去年は。風邪をひかないように。そう、もうあの年末も39度ぐらい熱出て死んでました。でからいいもって、そう、病気になりやすかったので今年はたくさん R1 を毎日飲んで、はい、宣伝したけどいいかな。ごめんなさい、ごめんなさい。そうごめんなさい。筋肉良くなってね。そうで、ね、エディオンで買ったね、エアコンでね、体を温めてしっかり、はい、はい、健康に過ごせるように頑張りたいと思います。はい私はついに先輩になるので、もっともっとピアスパワー全開で、もっとやっぱ全開で、そう、全開で活躍できるように、チアドラゴンとしてもっと活躍できるように一年間頑張っていきたいと思います。お願いします。2年目のピアス1回、そして何。はい、私はですね、長いロングヘアをちょっとバッサリと切ったので、私はもうすでに切ったので、去年とは違うまた私を見せられるように来シーズンも頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、準備ができたようなので、あのシャオちゃんとパオロン、シャオロンとパオロンの抱負はまた後半のトークでジェスチャーでやってもらいましょう。それでは準備してきます。今度こそ多分踊れるはず。はい、では以上チアドラゴンズでした。ありがとうございます。
Thank you.
受けてます。はい、じゃあ2人、はい、
2019年の抱負をお願いします。どうぞ。ドラゴンズ1番日本一ですね。はい、日本一目指して頑張りましょう。シャオロンもドラゴンズ日本一。はい、ということでね、はい、この気合を入れてドラゴンズ愛、はい、ドラゴンズ愛戻って残りのパフォーマンスも頑張りますので、皆さんぜひお楽しみください。チアドラゴンズとシャオロンパオロンでした。この後ダンシングクイーンも踊るので一緒に踊ってください。盛りだくさんなので、今日一日いっぱい楽しんでいってください。はい、